瑞宝殿は、宮城県仙台市青葉区、玉屋下にある、仙台半祖、伊達政宗の霊廟である。広瀬川の蛇工部を挟んで、仙台城の本丸跡と向かい合う京が峰に位置する。もともとあった建物は、戦災で消失したが、後に復元された。瑞宝殿の周辺には、伊達忠宗の霊廟である観仙殿、伊達綱宗の霊廟である全能土の妙も開、妙雲海廟。 三子様古病といった伊達市に関連する霊病や付属施設があり、一帯が、京が峰、伊達家墓所として、仙台市指定史跡となっている。また、瑞宝寺が隣接する。瑞宝殿の脇にある、巡視した、家臣、陪身の宝鏡院等に大中層病、関線殿、三代中層病、全能殿とに大中層病、関線殿瑞宝殿資料館仙台藩所大藩主の、 伊達政宗は、生前ほととぎすの発明を聞き以外をヘガ峰に、葬るよう遺言し、1636年に没した。政宗の後を継いだ、第二大藩主の忠宗は、政宗の遺言に従い、翌1637年10月、政宗のお玉やおへが、みの頭部に混流して、随法殿と命名した。随法殿は、本殿、拝殿、唐門、極書、 涅槃門からなり、桃山文化の華麗な建築を誇った。また随法殿は、仙台城本丸を向くように西向きで作られた。随法殿の建築には、総武行として、奥山大学、常吉、大工として、米野倉之助金吉、山内四郎兵衛定時、装飾担当として、絵師の加野貞吉、中村清六常ながらが関わった。同年、 瑞宝殿の隣接地に正宗の菩提寺として、瑞宝寺が創建され、仙台藩領内の平泉の津辻より移された、釈迦山尊像が本尊となった。その後、第二代藩主の忠宗を祀る、観仙殿、及び第三代藩主である綱宗の全能殿が共に京が、峰の西部に建立された。両者は、瑞宝殿と相対するように東向きで作られた。 第4代以降の藩主は、京画、峰から南東方向にある大都寺山の墓所に埋葬されたが、第9代藩主である、周隆氏、第11代藩主である、西吉と西吉吉人柴姫の墓は、追放殿近くの、妙雲海廟に置かれた。1931年に、 随宝殿は国宝に指定されたが、第二次世界大戦末期の1945年7月10日に、アメリカ軍による戦略爆撃によって、随宝殿、幹線殿、全農殿はすべて消失した。戦中や戦後の仙台では、空襲による樹木の消失に加え、食料不足、エネルギー不足、住宅不足から、市街地周囲の森林が伐採され、焚き木、 炭や木造住宅資材にされたり、開拓して、農地や住宅地へ転用されたりする例が多く見られた。仙台市は、歴史的建造物が消失したものの樹木の伐採は、逃れた京が、峰の保存を期し1951年から1952年に、かけて、買収及び寄付により随宝殿一帯の所有権を、伊達家から得た。 それから、しばらく整備などは行われなかったが、正宗生誕400周年にあたる昭和40年代になると、随報土の再建の機運が高まった。埋もれ着細工の材料採取や木おけ風呂の燃料採掘のため、京が峰を含む青葉山段球では、幕末から値高度が発達したため、随報電子でも至るところが陥没する公害が発生していた。そのため、 臨時石炭公害復旧法に基づき、1969年から1971年にかけて随法電市の地盤安定化工事が施行された。また、随法度の再建工事に先立ち、京が峰は、玉屋風地地区及び、玉屋保存緑地に指定された。1971年に再建準備会が立ち上げられ、1973年に、 再建規制会が結成された。1974年に再建の起工式が行われ、合わせて随法殿氏の発掘調査が行われ、正宗の遺骨や副葬品などが出土した。1979年に随法殿の本殿、拝殿、涅槃門、極書が竣工し、1980年に極書が随法殿資料館として開館した。 1984年には、観戦殿及び全能殿が再建され、翌年に再建落成式が行われた。1987年、NHK 大河ドラマ、独眼、龍正宗が放送されると、正宗ブームが起きた。仙台には、大勢の観光客が訪れ、随宝殿は、観光地の一つとなった。 2001年の随宝殿改修工事で復元された屋根の竜図瓦、随宝殿の事務所の所在地は、宮城県仙台市青葉区、玉屋下23-2である。かつての住所は、仙台市小四地随宝寺前町20番地で、1966年に住居表示の施行により、仙台市、玉屋下へ変わり、1989年に仙台市が清霊市へ移行して、 現在の住所となった。玉屋とは、随宝殿のことであり、玉屋下は、随宝殿のふもとを示すものであるが、随宝殿を含む広瀬川に囲まれた一帯が、玉屋家と呼ばれる。この地区の広瀬川には二つの橋がかかり、一つが氷上河原の橋、もう一つが玉屋橋である。玉屋家の東側には鹿内坂と呼ばれる歴史の古い坂道がある。玉屋家から随宝寺。 天竜閣を経て、階段を上る、表参道ルートと、向山方面から東洋館を経て、住宅地を通り抜ける、裏参道ルートの2ルートが存在する。路線バスを利用する場合の最寄り手竜女は、高山2丁目である。随法殿前バステートループル、仙台公益法人の業務、財務に関する情報公開によって公表された、近年の随法度の観覧者数は、以下の通り、 ありがとうございます。